はい、オルガンライフです。ズームの H1N、非常に便利ですね。大きさはリモコンぐらい。それこんなにちっちゃいのに、この音質はいい。感度もいい。そして手で持って使ってもガサガサ音が入らない。だからこれ、会議用のレコーダーとしても使いたいんですよね。会議用のレコーダーと音楽用のレコーダー、別々に持つの、めんどくさいじゃないですか。まあ、ただ会議用で求められるの、ノイズとか透き通った感じじゃなくて、明瞭な音なんですよね。ノイズがあっても、何を喋ってるか、それを記録したい。大声で喋る人も、小声でボソボソ言う人も、同じような均一な音で撮りたい。そういう場合、音楽用のレコーダーってあまり向いてない。理由としては、レベル固定だからですね。レベルをじっくり合わせて、そして録音する。そういうスタイルが基本です。ただこの Zoom の H1、オートレベルという機能がありますね。この部分を押すとオンにできますね。今オンにしました。自動レベル調整。そうすると、音がちっちゃい時はマイクのボリュームを上げる。大きい音が入ったら、ボリュームを下げる。それが自動的に行われますね。あと会議の場合、リミッターもオンにしといた方がいいですね。突然音が入った場合、それを抑えます。あとは低域カット。160とか入れた方がいいんじゃないかなと思います。ただ今回0でやります。低域カットオフ。リミッターもオフにしましょう。自動レベル調整だけ入れました。じゃあこれで録音。はい、オルガンライフです。今、ズームの H1N。自動ゲインで撮ってますね。自動ボリュームですね。これ、ちっちゃい音が入っても、大きい音が入っても、明瞭に撮られます。あーって大きい音で喋っても、歪まないです。そして、ちっちゃい声で喋っても、ちっちゃい声のまんま収録されますね。こういう時にはこれがいいか。これ、マイク、私の方を直視してますね。この状態で、はい、オルガンライフです。今、声はちっちゃめ。はい、オルガンライフです。声は大きめですね。声が大きくなってもちっちゃくなっても、しっかり収録されます。これは嬉しいですね。ズームの H1N を会議用としても使いたい人。時々会議で使いたい。何か記録を取るのに使いたい。そういう場合は、オートレベルをオンにして使ってみてください。そうすれば明瞭に取れます。会議用の IC レコーダーみたいな調整になります。これも覚えておいてください。では、バイバイ。